また気になるぞ。雨やばい。雨怖いの。一回非常階段行ってくる。え、非常階段？じゃ行かなくていいって。だ席出てるんでしょだって。うわ、やば。おお、すごいぞこれ。やばい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 。ここびっくりするよ、めっちゃ。耳、イカ耳になってびっくりする。怖いな、雨。怖いんだったら、そっち行ってな。すごいすごいすごい。やばいってこれ。すぐに友達だった。友達だった。待って、これ電気したら見て。暗いよ、夜じゃん。暗え、今10時半なのにさ、うん、夜の 6時か5時ぐらいなんだけど。まだ朝なのにこんな暗い。もう昼だよ。昼じゃないよ。昼だよ。まだ10時だよ。10時は昼じゃないよ。よみちゃん、今日の朝ね、4時半ぐらいに起きちゃった。気が早くなすぎた。朝早すぎる。なんで土曜日だけは早く。ひーちゃんさん、薬飲まなきゃ。問題ない。問題ないじゃねえって。雨雨ふれふれ、雨雨ふれふれ、雨雨ふれ。濡れてくるわよ。なんでそんな雨降ったら喜ぶの。雨降ったら楽しいから。雨に濡れに行ってくるわよから。え、どこに行くの。外。外？ダメだ、外行ったら。今日はどうなってるかな。なんで踊ってんの。それ何の踊りなの。ここは、うん、だからね、うん、あのね、アラームさえあればね、うん、じゃあ9時半ぐらい寝てもね、夜中の3時ぐらいに起きられるよ。いや、きっと今日は早すぎるの起きるの。あなた、うん、ないな。何度？ないな。36度6分。え、熱ないけど、でも鼻水出てんじゃん。やば。わ、風邪気味じゃない。雷。うるせえ。いや、やめなって。ここびっくりするから。めっちゃ雷すごいぞ。え、工事してる。え、工事してる。工事も中止してるでしょ、ほら。うん、びっくりした。ここから見てみな、パオの顔。こうやって雷の音に敏感だから怖いんだよ、雷。そう、怖いんだよ、猫。下まで見送って。さ、吹っ飛ばしすぎじゃん。おじいちゃんね、起きたかと思って何回も外に出たからね、うん、玄関だから、うん、だからその後、うん、え、パパ帰っちゃったと思って何回か来たの、玄関。そうだよ、なんか音聞こえるしさ、うん、なんかさ、うん、いや確かに、うん、なんかなんだっけ、母がもう帰ってくるかなと思った時に、うん、帰っててここ見たんだけどね、パパ全然来ないしさ、うん、いや、パパのこと見てんだけど。4、3、2、1、0。いや、そんな感じどこ隠れてんの。なんであのとこ隠れてんの。じゃあ気をつけてよ。バイバイ。道路でボール跳ねたらダメだよ。
早速やめて。なんだこりゃ。うわ。めっちゃ綺麗なんて。どうなったの、ダンボール。ダンボールの中にダンボール入れたの。ダンボールの中にダンボール入った。この風船ね。この風船、空気抜けてもまだ浮いてるよ。浮けるんです。うん？で、おじちゃんのさ、倒れるよ。いや、なんて崩しちゃって、それ。手で一回。で、これ倒すじゃん。うん、うん。ハッピーハッピーハッピー。え、これ乗っても大丈夫だよ。これ、寒いからこれ入った。ハッピーキャットのマネじゃん。ハッピーハッピーハッピー。ハッピーハッピーハッピー。いや、開け開け開けじゃないって。寒いすぎじゃん。犬のマネするからさ、なんか言って。ババン。いえ、お手とかで。お手。手がそんなけど。お手。おお。おかわり。おかわり。いや、おかわり、おかわり逆で。おかわり逆の手で。おお。よし、食べていいぞ。回るとか言われ。回れ。いや、回れてないじゃん。回れ回れ回れ。いいって、目回っちゃうって。いや、早いって、そんな高速で回って。目回っちゃうからいいって、もうやんなくていい、やんなくていい。いやー寒い。じゃあそれ食べたらさ、薬飲んでならなきゃいけんじゃん。寒いって言ったら逆に寒くなっちゃう。いや、お母さん温かいのする。パパのリンゴ食べる。スーパーちゃん、あ、ご飯食べる。うん、じゃあ前の日か、ずっと前から風邪ひいてたやつ。え、いつから。え、1週間前からかずっと前からずっと引いてたよ。え、学校始まって1日経ったぐらいの時に風邪気味になって咳込みしてきて、鼻水出てそっから寒くなった。そう、鼻血も。なんか待って。ん、いや、鼻になんかさ、なんか詰まってるからちょっとさ、鼻に、うん、穴に穴が入って指入れてね、書いたらね、うわーって出てきた。なんで笑われて。おばあ、食べた薬まで。風邪になった理由分かってるよ、お前から。本当に風邪ひくことあるんだね、普通に書いてる。ひーちゃんしょっちゅう風邪ひいてるじゃん。1ヶ月に1回風邪ひいてる。笑い事じゃない。1年に10回以上はやってるぞ。ん？ん？ 1年に10回ぐらい、月に10回ぐらいは風邪ひいてる。いや、1年にね、10回ぐらい熱出してる。10回以上出してるかもしれない。食べてみて。どういう味するかな？皮入ってるじゃない。いや、そのちょこっとじゃん。取れちゃった。じゃがいもみたい。食べてみて、口。いやどういう食べ方してんの？食後のデザートはリンゴです。どう？うまい。うん、美味しい。それはあれだよ。ん、美味しい。仏壇に上がってたリンゴだから。ばあちゃん、新鮮。ん、新鮮。新鮮もそうだけど、ばあちゃんの、ひいばあちゃんのパワーが宿る。うん、シュー、うおー、
ひーばーちゃんってなるんだよ。でちゃん、おばあちゃんになっちゃうね。おばあちゃんになっちゃう。でさ、ハンザパパ食べてくれ。食べてみて。ハンザパパ？は？なんて言ったの？やばか、これ食べてみて。なんかこう、かゆくなってきた、鼻。ん？鼻ムズムズしてきた。その後もリンゴアレルギーだった？この前にもう死んじゃうわ。はい。あ、死んだ音楽じゃん。ん？テレレレレテレレレレテレって死んだ音楽、それ流れてる。やば。これ落ちるのか。落ちないじゃん、絶対。これ見てみろ、こんなに綺麗にしたぞ。こっちもほら見てみろ、こんなに綺麗にしたぞ。